のモルモットまで行くには、食事がすごい大事なんですよね。ちょっと食事の確認。まずモルモットね。一番大事な食べ物は何かわかります？チモシーです。そうですね。一番大事なチモシーなんですよ。チモシーって干し草じゃないですか。はい。干し草のイネ科ですね。イネ科。ちょっと汚いです。もう一個さ、干し草でアルファルファってあるんですけど、はい、あげてます？アルファルファあげたことはあるけど、はい、まあやらんでください。あげてない、ほぼあげてない。違いはイネ科と豆科だから繊維、これがすごい大事なんだけど、あのイネ科のチムシは 35% 以上あります。で豆科はちょっと何パーセントかわかんないけど繊維が少ない。あとタンパク質、チムシは少ないです。豆科は多いです。あとカルシウム、豆科は多いです。だからこれもうこれやるのは生後2ヶ月ぐらいで、ね、うん、それ過ぎたらもうやらん方がいいですね。ではどんだけやった方がいいかっていうのは体重の 2% 以上です。以上だったら別に 3% も 4% も何パーセントでもいいです。でこの子 844g あるから、ちょっと引き上げて計算すると抜き 18g です。ただね、チモシーってさ何グラム食べてるか測るのめっちゃ難しいですよね。だってきれいに食べないから、うん、だから20g 入れといて何グラム残ってるかっていうのを数えて何グラム食べてるかを見たみたいだ。で大事な理由が3つあるんですよ。チモシーが大事な理由、まずは歯のことね。この子たちの歯って上生歯って伸び続ける歯じゃないですか。で、ま、前歯はああやってピッとめくれば見えます。上が1で下が2ぐらいの感じになってればいいですね。奥歯はなかなか見えない。ただ目の下からこう触るとさ、激しい不正行があったらなんかすごく痛いが下がって出てきたりね、歯の根っこを触って痛いとか、嫌がる子はなんか不正行があるかもしれない。この不正行を予防してくれます。これをしっかり食べてないと反対に不正行、まあ、アクシデントでも不正行あの折れちゃったりすることがあるんだけど、でこの不正行になってしまうと歯根膜炎といって歯の根っこが感染を起こしてひどいと産んじゃうんですね、歯根膜の上を。そうすると、ここあの上の歯根膜炎、歯根膜のようになると、目から目涙とか、ひどくなると白い海状のものが出たり、下があの歯根膜炎、歯根膜の上になっちゃうと、ここが産んできちゃう。それはね、治すとなかなかね、そう簡単なことじゃないんですよね。だから、チモシーをたっぷり食べてほしい。それから2番目なんだけど、手作りをするじゃないですか。そうするとどうしても手食べちゃいますよ、自分で。それからまあ、平安歩とかします。はい、平安歩するとさ、ほっといたら何でもかじって食べちゃいますよね、はい、まあ、だからまあ平安歩の時は絶対見ててほしいんですけど、うん、でまあ、少々の毛とかね、少々の異物を誤飲しても繊維が多いのもしっかり食べてれば、少しだったら便に流してくれます。ただ限界超えて食べちゃうとやっぱり詰まったりすることもあります、うん、だから3番目、盲腸。盲腸は体がこんなもんじゃないですか。そうするとお腹が4分の3ぐらい、胸がちっちゃいんですね、体に対して。でお腹の4分の3のうちのどうでしょう、3分の2ぐらいが盲腸。だから体に比較するとものすごく盲腸が巨大なんですよ。理由があって、そこで微生物があったんですよ、腸内フローラ、いわゆる善玉菌ってやつかな。で善玉菌の餌となるのが繊維なんです。セルロースなんです、繊維の中。これをたっぷり食べてると善玉菌が増えます。で善玉菌も生き物だから死にます。死んじゃったら盲腸糞と死んでいく。だから普通のうんちと盲腸糞と2種類のうんちをしてるんですよね。で本人は分かってるんです、もともと本能的に。で盲腸糞が出た場合は食べます。でこれ食べることによってこの死んだ細菌がタンパク源になってるんですよ。でここでですね、あのタンパク質はそれから炭水化物のものを食べちゃうと善玉菌がいっちゃいます。そういう盲腸菌ができないから、いいタンパク源にならない。だからその粗食がすごい大事なんですよ、ということ、はい。だから、まあ、ちょっと面倒くさいんですけど、測るのは一回測る価値は絶対あると思います。それから2番目ペレットね。で、まあ、モルモット用のペレットが特徴的で、あのウサギさんのペレットに比べるとビタミン C がすごい多いですね。で大抵ちょっとビタミン C ってさ、開封すると一月出すとほとんどなくなっちゃうんですよ。だからモルモットフードって割と小袋で
分けたるケースが多いのはそのためです。グリーンダメシード、ね、あの残留がいいですけどダメで、で、あと組繊維大抵成分表示がしてあるから組繊維っていうのはね 20% 以上のペレットを使ってるらしいですね。それとあとは開封したら1ヶ月っていうことで、あのビタミン C が含まれてたら1ヶ月以内であの使い切ってれば全然問題ないんですけど、1ヶ月以上でまた使ってたらちょっとそれはビタミン C が入ってないと思ってください。で、これはどれぐらい食べたらいいかというと体重の 2% で止めとく。この子だったら肉 18g で止めとくと、そうするとこっちがお腹空いたらたくさん食べる。3番目、すいません、あのモルモットフードのサンプル用意してくれる2つなんです。その他は、まあ、野菜とかね、果物、これ本物がいいですね。あのやってほしくないのは、あのよくさ、ドライの野菜とかさ、果物のグラノーラ、ドライのやつ、あれはね、成分表示見るとすごい炭水化物が多い、そう、いい環境で作れない、だからやらんほうがいい。だからこの辺はやるとしても0から 1% 体重のね、なしでもいいです。で、まあ、そうそう、0から 9g ぐらいかな、1日。だからこの辺もね、ちょっと最初のうちは測ったほうがいい。ほんで 5g かなとかさ。そういう、まあ、糖度の高い果物はやめといたほうがいいと思うんですけど、あの、なんだっけ、やらないと思うけど、メロンとか、チョコとかね、普通のリンゴとかバナナとかに、そのほうがいいですね。これがまず食べ物のことね。で、デブーも、シモシー大事です。やっぱり 2% で食べてほしいし、デブーフードもペレット、あの繊維が 10% 以上のものを食べてほしい。野菜もこの割合でやってもらっていいかな。あと、治療のためのしつけの人、例えば、爪切りとか、それから、なんだっけ、ブラッシングとかね。